ローですで皆さんこんばんこばは<ー>、えー、ただいま堀学長からあの過分なご紹介をいただきました、えー、仙台名古屋大阪福岡の皆さんあ今日は、えー、私のお話を聞いていただける機会がもあ与えられまして非常にあの光栄に思っています。あのー まあ、僕の講演をする時にです、ね、大体不特定多数で、えー、たまには聞いてやってもいいと思う人もいたり全然聞きたくないけどまあしょうがないかっていう人もいたり、えー、僕の講演を聞きたいと言って何回目も聞きにくれ来てくれたりという人がを対象に今まで話したんですが今日はまあそういうゴロ,ゴロビス系大学院の生徒の皆さんにお話しするという。 なんか授業ののようなな感じでで話すすはは実は初めてなん首都國東京の理事長をして学生に話したことはありますけれどもなんかもっともらしいことはあんまり言えてないんで、えー、今日皆さんの参考になるかどうか分かりませんけれども、えー、私の今まで生きてきた中で、えー、自分が感じ取ってきたこと、えー、いろんなことのお話が、まあ、ちょっとしてあとはまあ堀さんがいろいろ質疑応答の中で質問してくれるでしょうから。 その時になとかうまく皆さんの参考になるようなことが答えられればいいなというふうに思っています、えー、サッカーを好きな人嫌いな人いろいろいると思いますが嫌いな人がいたいてもまあサッカーの川口だから今日は我慢して聞いてくださいともかくオーストラリアに勝って本当にまああの今度のロシアのワールドカップに出場できて良かったと思います最後オーストラリアと えー、サウジアラビアに勝たないと引き分けでもダメだなっていう感じがあってかななり危ないと思ってましたよ、ねえーまあそれをなんとか井出口のあの豪快なシュートが決め,決め,ら決めてくれて2対0で勝ってまあ,あロシアに行くことが決まりましたけれども今ちょうど選手が交代、えー、期でですねまあ n d が今まで中心でやってきた日本代表は明らかにホンダが。 今度ロシアで中心になることはかなり難しいというかまだ本題に頼っているようじゃまあいい成績は上げられないだろうなというふうに思いますえまあちょうど世代の交代期っていうところで非常に難しいところがあるんですがこの前のベルギー戦で長澤っていう選手はですね浦和レッズの選手ですが。 J リーグにスターティングメンバーで2回でしか出てないっていう選手をねハリー・ホジッチが選んだんですよまた物好きなこんなことを呼んだってどうせろくな使い方はしないだろうと僕は思ったんですよねそういうタイプだから僕は今までハリー・ホジッチの監督のそういうやり方に心から賛同したっていうのはほとんどなくて、まあ、オーストラリアに勝った時ぐらいですからね <laughs> 本当にこんなことあんまりまあ全国区で言うのもなんだけど僕の率直な あの感想としてはそうなんですが今度の長さの採用に関してはとりあえず読んで、えー、なんか、えー、アジアチャンピオンズリーグの時にそれなりのいいプレーをしてたからとりあえずは練習の中に入れてみて、えー、どうかっていうところを見るぐらいで本番には絶対出さないだろうなと思ってたんですよねだって彼もう今までそういう何、あのー、て言うか、えー、経験したことがないというか。 そういう選手の扱いをした例っていうのはあまりないんですよね。ところがベルリン戦の時一斉いきなり長さが出てきてですねで、素晴らしいプレーをした。しかも落ち着いたプレーをしてした。でこれはびっくりしましたよ。ハリー・ホジッチなかなかやるじゃんという。本当にだから初めてですね僕ハルホジッチ認めたのは別に僕に認めてらなくたっていいんだけど、だからもう途中ではねもうやめた方がいいとよっぽど思いましたよ。 やはりあのはか、僕は本田に対しては、まあ、彼はいろんな肉体的なっていうかやっぱり内,内臓関係の病気があったりして非常に彼なりに、えー、その苦心三胆薬を飲みながら、えー、それを克服して戦ってるっていうことはあんまり世間には言,言えないんですが今言ってますけど <laughs> あのまあそういう意味では h o にはねすごくね常に情同情的なんですよく頑張ってるなとしかしまあ 実際にはなかなかあのこのワールカップ予選初めの頃は調子が出なくてですねなんでこの試合に出すのっていう感じがまああったそれだけにハリロッチの監督事実っていうことに対しては、まあ、非常にこう疑問視を抱いてたんですよねとから今度長澤のことでねすごく僕はあこれは面白い選手交代期にいい選手をどんどん使って今度ワールドカップの時に それなりのまた日本代表チームができる可能性が出てきたなというふうに思うようになりましたでこの時にですね誰が一番このことをあの深く感じ取ったかというと J リーグの選手なんですよえともかくたった2回のサーティングメンバーは代表に選ばれるそれならばまあ残り試合 J リーグあと何試合2試合ぐらいしかありませんけどこの来年の2月の終わりぐらいから J リーグの また新年度が始まってワールドカップは5月6月からですから4月までまあるわけですよねでその間に活躍したら予出をして選ばれる可能性があると多くの選手がこれを思ったっていうのはねこう一番大きかったですね誰がどう思うよりは。だからこういうことを口に出して言うんじゃなくて実際に示してみせたハレー・ホジッチは日本の若手の選手っていうか。 え試合の中でのそのモチベーションっていうのはものすごく高まったというふうに思います。で、そのことについてですね、すごくすぐ思い出すのはトルシエなんですよ。皆さんトルシエのことって知ってます？で、僕がトルシエあんまり好きじゃないとも知ってますか？<laughs> トルシエっていうのは、えー、2002年のワールドカップの時の監督なんですよね。だからこっちからきた1900 98年の岡田の後から監督になって,とって、まあえー、彼を選ぶについてはいろんなことがあったんですけども、まあ、少なくとも最終的には2002年まであって日本初めてのベスト16予選リーグを突破したわけですよねこうトルシエがそういう意味では実績があるんですがでトルシエは常に上から目線なんですよ。 今のハリル・ホジッチも同じですね。しかし、ハリル・ホジッチとトリシエの一番違うのは、トリシエには愛嬌があった。可愛れがあった。で、僕は当時 J リーをチェアマンをしたんですけど、スケジュールの問題で代表のスケジュールと J リーの試合でいつも揉めてたんですよ。で、トリシエは僕のところに来て、なんとかなんとか頼むときにですね、あの、下手な字でね、月、火、水とかね、漢字書かれるとの、あれ勉強しとるじゃんっていう。 でそういういことでこの練習日はこの月水金なんとか日曜日これをこうしてくれなんて言われるとね、まあ、聞いてやんなくちゃしょうがねえかなっていう感じがあって何、えー、ともその愛嬌があるしかしトルシエの教え方っていうのは、まあ、フラット3っていう当時流行った言葉ですがまあチームとしてこう攻めますよね。だ最後のバックラインまあ言ってみればあのストッパーが3人いるっていう感じですか。ここのラインを上げ下げ下することによって でその攻撃をよりコンパクトにし守備をコンパクトにするとこのフラットスリーをやるためにもう何ていうかある程度の役割分担では明確にしてやることも明確にしてフォワードはこのウェービングとかやってこういうふうに動けとか言ってねもうなんかサッカーのなのに。 いいちいち細かく言ううんじゃねえいうぐらいのことをトルシエはそういう意味ではそれはそれなりにも分かりやすい戦術っていうかこれを徹底してやったことが最終的にベッド・シックスインにつながるんですけど彼は本当にねわけ分わかんない。でまあ,あの例えばうん選手が疲れてきて昼ごはん食べてる時にどうも食欲進んでないなっていうことの時に。 夜ワインでも飲まててやってヨーロッパなんか外国人そういうの多いですからねワインは水みたいなもんだからで夜はワインを用意しろっつってトルシエが関係者に昼間言って夜食事のところでワイン出したらただこんなことを出すワインなんか出したやつはただこんなことを出せって言ったんだって自分が言っといたのにねだからこうまあ今日は10時から練習だった時に。 8時頃今日今から練習始まるっつってで突然みんな、まあ、起こしてっていうのが朝飯ぐらい食ってんでしょうけどもで8時から全然言ってた時間と違うのの練習時間から開始するそれはみんなが常に準備できてるかどうかを調べるためで嘘つけっていう話ですが <laughs> 要するに変わってるわけですよ。だからということ常にね、まあ、そういう意味では常にトル,トルシエの周りはね緊張感でいっぱいだったのねそれは。 まあジーコになった時にまたジーコ,コはまた全然違ってトルシエと違って、まあ、そういう意味では選手の,その自由度に任せて選手を,選手を大人と見てそしていやもうあんまり細かいことを言わないって要するに月とすっぽんぐらいの差があったこのトルシエの後ですねジーコを完投したんですが。その間そのの間選手がじゃあ えよりいいチーム作りができたかっちゅうと必ずしもそうじゃなくてやっぱりその時の日本代表っていうのはまだジーコを監督に預けるにはもうちょっとやはりこういろんな指示があった方がいいなというふうに僕はその後で思いましたけどねやっぱりそのト,トルシエの締め付け方っていうのはうそう一通りのも一筋縄じゃいかないっていうところありましたよね。えーまあう あのえー、すごく試合中に練習中面白くないことがあって柳んって昔あの鹿島アントラーズいた選手センターフォワードにいたんですが何かって「柳澤グランド一周回ってこい!」とか言ってねそういう代表選手を罰則で回すなんてことは大体ないですよ常識的に。やっぱ代表は代表だから何か,かのゲームをして負けたから一周回るんだとか言うんなら。 その話は分かるけどバで回れななんんてつないんですよでまあそう柳澤さし仕方なくて一週,週か何週か人が回ってたらその人ができ,できたフォワードのポーメーションをやる時に「誰それ誰それ柳澤なん何とかなんとか」って「柳澤柳澤どこ行ったんだ」いや走ってますよ」ってねそんなぐらい分かってるだろうっていうねもう忘れっぽいっていうのかなんていうのかあんまりそういうことを頭の中に残らないっていう感じがあるのと例えば。 海外遠征した時に松田っていう選手が皆さんご存知としてもマリノスにいて亡くなっちゃいましたけどねかなりバックスで強い選手でしたけども海外ででと喧嘩して追い返されたんですよ大体その監督が「お前だめだ日本に帰れ」とか言って帰った時にもう一度その彼を選手として使うなんてことは普通常識的にはありえないね。 返すっっってていうののはよほどのことだって何があ何たか知りません多分その歯向かったりいろいろしたトルシアはよくね暴力使うんですよあのスパイクでボコッと殴ったりねそしてなんかその、えー、ボコンと突き倒したりとかだからそういうことで松田がもう血の気が多いですからね多分喧嘩したんだろうと思いますがところがその、えー、何何ヶ月か後っていうか何年後か知りませんが1年後に松田をもう一度。 日本代表に呼び戻してで結局2002年のワールドカップレギュラーを張ったんですよねだからね敗者復活を認めるっていうのはこれやっぱり周りがよく見てるんですよね。日本の場合の社会ってのは敗者復活ってほとんどありませんから一回ダメだっちゃもうそれきりで二度と浮き上がれない。 しかしトルシア敗者復活をしたことでやはりすごくみんなのモチベーションがものすごく上がったわけですよね他の選手 J リーグ全体がそういうことでの、まあ、あ素晴らしさがあったということで、まあ、そういう意味では多分あの僕は思うにはトルシエ松田をそういうふうにして、えー、帰らせたなんてことはとっくに忘れてたんだと思いますね柳井さんの例を見ても。<laughs> まあそんなふうなことそれから結構ね運が強いんですよでトルシエ勝負運が強いっていうのかトルシエが、えっと、フランスと,おおとどこだっけ、えー、モロッコかなんかで代表と試合したんですよ日本代表と。で当時は示談とかなんか言ってるとに強いフランス代表でしょ。その時なんと日本代表は今でも忘れなしは西澤っていう選手がものすごいボレーをシュートを決めて。 痛い,いにかなんか引き分けたんですよ。で、この試合で惨敗したら、トロシエは辞めさそうっていう話は国内の強化の連中ではそう言ったんですよね。で、しかし、引き分けちゃったから、これを辞めさせられなかったという、その、いざっていう時に、すごく勝負強いんですよね、彼は。で、でまあ、さっき言ったように、ともかく、あの、愛嬌がある。うちの女房なんか、トロシエなんか大,大好きで、 奥さん連中にはすごく評判が良かったんですけども何か言うと僕らは少なくともデッドマルク・ラマーって皆さんもご存じないでしょうけど僕がの現役時代日本のサッカーを本当にこうレベルアップしたのはデッドマルクラマーっていうドイツの指導者なんですけどもその人が一番初めに僕はその全てのまあ今までの日本の代表の 外人形の監督知ってますけどクラマーに勝る人はいませんねでそのクラマーが一番初めに僕らを前にして言ったのはそのフェアフェア、えー、指導者として一番大事なことは何かあったら、ね、一番初めにフェアプレイって言ったんですねえフェアプレイが一番大事なのそししてていいゲームをして そしてつつ目が勝つというだから指導者の一番の目標はとにかくフェアプレーがスポーツである限りフェアプレーが一番大事だってこんなことを言った指導者はいませんね。それにもかかわらずトルシーはですねすぐユニフォームを引っ張れとかそのなんかこっちを見てるふりしてこうやれとかねそういうアンフェアなことを平気で教える監督がトルシーは初めてですね。 だからそういう意味で僕はそのトルシーを許せないんですよクラマーの教えが僕にはずっとインプットされてますからそしていいゲームっていうのはサッカーの場合には技術戦術体力精神力という4つの要素があるけどそれが全ていい状況にプレーできてそして勝つこれこそが指導者の一番の目標なんだっていうことをもう えー、そのクロワーマンにあった19年1960年から僕の頭の中にインプットされてるんですよねだからもう絶対にあの日本代表の何か試合して何かした時にもやっぱり中身悪いなこんなどうしようもないなもっとこうせらせってよく新聞記者にですね、えー、いろんなことを僕が不平不満を言っていろいろ記事に書かれましたよ。 勝ってんのにそんなまで言わなくてもいいんじゃないかと思うけど僕の頭の中常にこれがあったんですよねところが2006年のワールドカップ予選これシンガポールでやったんですけども第1回戦はでまあヨーロッパから中田や高原や柳沢やいろんなもんスーパースターが来てで暑い中で試合してまあ5対0ぐらいで勝つのかなと思ったらこれが1点入れてなかなか手が入らない。 でそで点て引き分けになりそう残り8分っていう時に残り十何分の時にですねもう頭の中はもう混乱してきちゃってもう取ここで引き分けたら次オマーンとのいろんなその、えー、ホームランダウエのあれがあって引き分けるっていうのは一次予選突破できないっていうことにつながるわけで俺引き分けたら事故首クビにしなきゃなんないなと思ったわけですよ。首にもう しなきゃっていうかもうしなもうするっていう決意で、その間試合している最中もうペットボトルを10本ぐらい飲んでですね、次の監督誰をするか誰かするそればっかりですよ。<laughs> 本当に、もうね、で残り8分ぐらいのところで藤田が岩田に藤田がその豪快なシュートを決めてに対して勝ったんですけどで、試合終わった後、新聞記者がいっぱい来ました。いっぱい、川フさんもう中古、鋼鉄ですか。 事故どうすすするんですかってそれは言いますよねシンガポールに2対1で心勝だから少なくとも5対06対0そういうレベルの差なんだからでその時に僕は言いましたよ「な,なんて変わるんだこんな試合はね勝ちゃいいんだもう勝ちゃいいんだどんな内容でも」ってねこのクラマの教えをその時はね完全に忘れてましたね本当にだからそれううで本当にねやっぱりそのワールドカップとかなんか大会があれば。 勝つことが全てってそれはどんな汚いことをしてもということはやっぱりこれは絶対あっちゃいけないスポーツの場合は。だけでどうも僕のこの本当にインプットされたこの3つの順番プライオリティプレアプレーよいゲーム勝つという順番はその時は完全に逆転してましたね。でもそれはやっぱり会長としてはしょうがないなと自分でも慰めながらあのそういうふうに言ってましたけれども。 まあそういう意味ではあのえどういうかなあのそういう自分の決めこういう頭の中にインプットされた時も時と場合によっちゃ変わっちゃうんだなというのは自分なりに <laughs> もう理解したというのか思い込ませたということなんでしょうか。とあとですねあとなんかもう一個ぐらい何かあったら忘れちゃいました <laughs>。ともかく あのトルシエは最後のところでそのフ,ラそうフラット3っていうのはありましたよねこのフラット3。でトルシエは新聞のスポーツでいろいろ批判されるの嫌いでで有名選手は特にあんまり好きじゃなかったんですよね中田秀とか川口ゴールキーパーの川口なんかもう相当いじめられましたねだから中田秀なんかがもう新聞に書かれるとやっぱり主役はキャプテンはこのチームにキャプテンはいらない俺がキャプテンだという感じがあって。 でまあ、ミーティングなんかの時に今日、まあ、7時からあ講義始まるよ定は皆さん6時、えー、50分とか、えー、もうちょっと前からここで準備してあるわけでしょだからそういう時に中田秀はみんな座ってる時に、まあ、5分ぐらい前にこう座るわけですよだって遅れてないわけですね5分前でも。そりあるず取り違えがでっかいこと怒って「何だよ秀お前こんな遅くまで来るんだどうぞどうぞありがとうございまってねもうあの,あの「ダバディ」っていう通訳がなかなかや訳せないぐらいの。 バリゾを言うらしいんだけどで秀夫は「いや別に時間遅れてないんじゃないですか」って言うから余計いカッカしちゃうというようなねそういう関係があってで河内に対してもあの時河内は結局はまあレギュラーを張らなかったあの時確かそうだとちょっと記憶は定かじゃないんだけど川口なんかもすごくまあいやどういうのかすごくまあ練習なんかでもその。 普通じゃ考えられないようないろんなひどい仕打ちを受けたようなところもあってまあそれは、えー、まあ,あのトリシュなりの,あのそういう刺激の与え方だったんだと思いますけどもでそういう中でその選手はですねフラット3でとにかく上に上げろ上げろ上げろっていうことをトリシュは徹底して言ったんですよ。でそのことでベルギーの時にイタリアで引き分けて、えー、これは。あ 裏の埼玉スタジアムだったかなどっかちょっと忘れましたけどもそれでこう逆襲食らってフラット3上げた結果その背後にボール入れられて2対2で引き分けた。でこのことがあってでロシア戦これはまあ横浜でやったんですけども6万何千に入ったスタジアムの中でもうすごいい試合をしたわけですよね。でこれ1対0で勝ったんですがで1対0で勝ったその後でその。 選手たちは新聞記者にね、いろいろ言ったんですよ。というのは。新聞記者の、そのインタビューも。新聞なんか、ろくなこと書けない、新聞なんか見るなと。あの、鳥ーはいつも言ったけど、自分はちゃんと読んでるんですよね。あもうダバディに、あの、通訳させて。で、誰がどう言ってるかっていうのをチェックして、ガンガンガンと、そういう変なことを言ったっていうか。まあ、そのチームワークを目指すというか、自分の指導方法と違うことを言ったり、ガンガンと言うから。選手もほとんど新聞記者の。 あの質疑応答にはあんまりトルシエが怒りのこと言わなかったんですよ。とかそのロシアに勝って、えー、最後はチュニジアに勝って、えーそのえー、予選リーグを突破するわけですけどもでこの時に宮本常がですねトルシエは上げろ上げろって言うけどこう、えー、ベルギー戦のやっぱりそういう経験であんまり上げないで下げろ下げろってやってたと言ったんですよね。 それをトルシエは新聞読んで知ってもう頭に来たということらしいんですよ。頭に来て、えー、殴り回ったというわけじゃありませんけど俺が言ってることをと違うことをやって成功したなんていうことは自分じゃ許せないっていう感じだったんですよね。で、それが今度そのベスト、えー、8になるところのトルコ戦でですねさっき一番初めに言ったあの えー、フランス戦でボレーシュートを決めた西澤が一回も試合も出てないのにその試合の時のセンターフォワードで初めて出してでバックのそういう、えー、メンバー構成も変えてトルコ戦と戦った結果いつももてててるるセセビビロロねねトルシエ全然変えてたんですよ、ね、であんな変えてたらあんまよくねえのになと思って本当に思う,思う通りっていうかなんかそういうふうなこんな。 僕が全部決めたことをみんなが守って勝ってと思ってたら違う部分があって頭にきてだから今までとは違うやり方をやってトルコに勝つよというふうなことに本人の考え方いっちゃったのかなという感じがあったんですよね。だからそのままで言ってたら多分トルコにも勝ってたんじゃないかなと思いますけども少なくともその選手全員がアンチトルシエになったんですよね。アンチトルシエだから。 まあ、結論的に言えばじゃトルシエも悪口ばっかり言ってるようだです僕はトルシエ結構愛嬌があってそれはそれなりに可愛いところあるんだけど要するにアントルシエのアンチトルシエでチームが結束してそれで勝ったんですよ。だから指導者っていうのはねそのザッキローニなんていうのは。 もう日本の文化なんかすごいあの尊敬の念を持っていて、そしてあの、えー、ななななんだっけわさびが大好きで、わさびのチューブ持っててご飯にこれこうしてかけて食べるっていうぐらいわさび好きなんですよね。で日本の食べ物好きだし、選手の言うことも聞くし、選手とのそういうコミュニケーションもすごくいい。けど本番はなってまあいちょっともいいところなくて負けてしまったんで。 だ選手との人間関係そういうことについてのなんていうのかチームとしてまあ仲良くまとまってるということがいわゆる目的とする勝つということに対してそれが本当によかったの,どうなのかどうかなということから言うとはるかにこのトルシエのわけのわからない常に緊張感を持たせ続けるそういうトルシエの方が結果的にはその時代の チームには良かった。ちゅうことになりますね。ねこのこ、時に。本田が言ったら、ほうはならなかったと思いますよ。け、結構本田とトルシエはもう相当な喧嘩をしてただろうとは。思います。その頃はとてもみんな。日本代表っていうのは、おとなしくてですね。えそういう。トルシエに歯向かっていく選手は。いなかった。あ、それがまたかえ、かって良かったのかもしれませんが。まあ、そんなようなことがまあ。えー、その今度の。あの。 えっとハリ・ロージッチの長澤選手のそういう使い方に対してあなんかそうこう今トルシュの話をこう思い出したのはやっぱり多くの選手に期待そういうモチベーションを高,まる高める方向にいってるなっていうことがハリ・ロージッチとしてはかなりいいんじゃないかなというふうに思います。でまあ、僕はですねその、B、リーグを初めににに、まあ、作ることになった時に えー、ともかく、えー、2005年に BJ リーグっていうのはできたんですよねでこれはまあプロのリーグはできたんですけども6チームでスタートしましたでこれは日本バスケットボール連盟 JBA 日本バスケットボール連盟がプロ化をするって言ったんだけどやっぱり企業チームがの利益を上げ,られる上げることは難しいいろんなアリーナだってないいろんなことがあって反対してたのを。 我慢できなくてでその2つのというか最終的な6つのチームがプロを作るということで2005年に独立したんですねそしたらこの JBA は面白くないわけですよ自分の言うこと聞いてないんだからだからここで排除したんですよ今の流行りの <laughs> 排除だからもう除名っていうわけですよねでこの NBA の参加は NBL というリーグがこれ企業協、えー、会の職の強い、まあ、リーグなんですがでこちらはやっぱり、えー、企業がついてますから全部のチームはそうとは言えないんですけども少なくとも、えー、日立東芝、えー、トヨタ、えー、もうすぐ名前出てこないけどそういうふうな企業が中心でだからプロには。 反対だということでしかしそのえ地域に出して J リーグのようにいろんなまあ地域の活性化にいろいろ協力するとかいうふうな考え方は全くなくてもう自分のバスケットボールだけさえやってればお客さんが仮に入らなくても9月後ろ盾でてているんだからもう気にしないというそしてまあ給料もたくさん出すから代表クラスの選手全部こっち行ったんですよね。 お金があるとそれはねだって会社の経費で出るわけだからでこちらはもう自立してるからなんとか地域に出してプロとして多くの地域の人に認められたいというそういう地域の活性化地域へそともかく根付くということに対してはすごく努力したしインタエンターテインメントということに対してもお客さん来てほしいからそういうことについてすごく熱心にやっただから対照的だったんですよ。 エンターテインメント性こちらいいこっちは全然ダメそれから地域への密着こっちは全然ダメこっちはいいしかし給料は文句なしにこっちはいいこっちは赤字経営で自転車操業そしてそういった、えー、いい選手はこっち行ったら将来このどうなるかわからないから日本代表クラスはみんなこっち行くこちらはまあ弱い選手っていうかその高い選手ほとんど行かない有望な選手行かないだから日本代表なんか1人もいない。 だこの時にウィリーグを FIBA、えー、ーーという国際バスケットボール連盟大本ですね世界の FIFA って皆さんご存じでしょ FIBA ーーって分かんないけど FIFA ってうこうフットボールの F ですからこれはバスケット FIFA ってお金持ちでお金まみれになっていろいろ問題が出たところですが FIBA ーーはあんまりお金がない。がなんとか日本の バスケットボール界を立てて直しほいいなんとかこの2つを一つにしてほしいということでいろんなことがあってで最終的にまあいろんな経過は話すと長くなるんで少なくとも2015年の1月末にこのフィーバーが日本のバスケットボール界を立て直すために「川淵さんなんとかタスクフォースでチアマンになって一つにまとめてください」って言われたんですよね。 で世間の評価は大体まあサッカーで J リーグ作るまで5年かかってるわけですよね。得意なフィールドで5年不得意なフィールドで6か月この6月までに2015年の6月までにそのどういうこの2つのリーグが1つにしない限り国際試合必要停止ですよということをこのフィーバーから言われたわけですよ。 たったの5か月でこんなまとめられるわけがないとみんな思ってた。しかし僕は絶対まとめられると思ったんですよね。それはまあいろんなまあ調査だとかここのところを解決すればいいとかいうそういうふうなそういう問題を洗い出して3つのポイントに絞ってこれをなんとか解決すれば後ろにフィーバーがついてるし文科省もついてるし JOC もついてるし そういうい人たちの権威を重ねてまあ「かさにきて」って言い方は悪いですけどでも現にですね「俺の言うことを聞かなきゃお前全部強化資金なんか全部出さないよ」と言外には言いませんでしたけどまあうそういう何ていうのかともかくこのことをやれなきゃったらどうするのっていう強い意思をそういうその会議を続いて多くの,そのバスケットボール関係者に言ったんですよね。 で一番初めに2015年の2月にでこの頃はですねバスケットボールのことを分からないからもう一生懸命勉強しましたバスケットボールのルールを勉強したわけじゃないですよルールなんか勉強したってしょうがないもん専門的なことは専門家に任せばいい代表の教科は代表のそういう技術的なトップの人に任せればいいしかしガバナンスが全くダメだっちうことだったんですよそれはだからそれはもう学罰や学罰の中でも派閥争いとかで足の引っ張り合いで この僕が会長のいろんなあの,その、えー、っとしなんちゅうかサポートするときにですもうですねもう3人変わってんだろら会長がで途中で夜電話があって「川口さん明日もう会長やります」とか言ってねそんな無責任なことがあったもんだからいかに浸透に走ったわけですよもうがこうこう蓄積されるんですよ、ね、だからもう僕は静かなその人生じゃ生きていけないという。 うんだから平和な、その、そういう状況にはあまり自分にはフィットしないっていうことがあるかもしれませんが、それでともかくね、さっき言ったように、BJ リーグは海外試合必要停止それがどうしたこんなの別に必要停止だけでもいいじゃないもうこの頃は必要停止されてるんですよ。国際試合の必要停止を。6月までに会計機数しないと、リオのオリンピック予選には、 出しませんよって言われてるにもかかわらずおおともかく BJ リーグの一部の関係者全部じゃありませんよ一部の関係者が代表なんて関係ないじゃないの国際試合なんかだって代表クラス誰もいないんだからだから別に代表国際試合がなかったって何も関係ないっていうのは確かにそうなんででもしかしそれを聞いてまた怒りしっとり走ったんですよ何かしらのこのバカロメってそんなことは口に出してはいませんですけれども コロナ禍では本当にもう本当に怒り怒りりりばっかででしたねでも血圧が200ぐらいに上がってねもう顔が真っ赤になって死ぬかと思うようなとこもあってで最後の一番で時2月の初めに BJ リーグとそれからその n, n b l という企業グループのそういうリーグの責任者を別々に集まってもらってであなたたちは。 今まで何してたんだって大体バスケットボールのリーグの試合結果新聞に出てるかスポーツニュースやってもらってるのかみんなカーリングの選手カーリングの選手は選手登録どのぐらいあるか知ってるかって知ってる人いませんよねそんなことでだ大体カーリングの選手の登録人数は2400人。 なのに、試合があるとテレビで映されて記事に大きく出て、それにも変わらずバスケットボールのリーグは結果だけ、産経新聞と来たら一切何も書いてじない。どちらのリーグも。それはね、うん、ゼリーができる前のサッカー界ってよく似てましたよ。それは。だからよくわかるよね。それは、オリンピックに出てないからだ。日本を代表するリーグが、お二つもあって、 で、二つのリーグが切磋琢磨して日本代表を強くするような、そういうリーグならまだしも全く関係ないような活動をしてて、どういう意味があるんだみんなのビジョンは一体何なんだ何のためにバスケットボールのクラブを持ってんだで、ほとんどのチームは、この BJ リーグのチームは半分以上赤字系自転車経営なんですよね。で、いろんなことがあって、で、まあ、えー、最後のところではですね、 大体僕がこういうところ出,てく出ていくとマスコミの皆さんはまあ川口また出しゃばっていい年して J リーグを成功させたと思っていい気になっている大体書かれるんですよだからもうね書かれてもいいだって書かれてもいいってバスケットボールのこと全然記事になんねんだから少なくとも僕の悪口でも何でもいいから記事になった方がいいと思ってそれを全部1月,1月2月初めに全部集めたときに 全部そういうことが始まるってるんで、珍しくバスケットボールの会議としては、後ろにテレビカメラが十何台並んで新聞記者の皆さんいっぱいいたんですよね。で、新聞記者の皆さんいっぱいいたっ,たって、バスケットボール担当の普通の一般紙の記者なんかいやしないんですよね。そういう人は記事に書かなくていいわけだから、それで。まあ恥じ。普通は頭取り終わると。 り終わりましたからマスコミの皆さん後ろにちょっと引いてくださいとか言うんだけど僕としてはそれを言ったから広報が「ちょっとちょっと待ってとにか全部聞いてって」始めから終わりまででその時に僕が「川淵また何とか絶対見出しで書かれるだろう」と僕は確保して言ってるんですよでんでこういうことになったか誰がどういう質問をして僕はどう言ったかでその時に5,000人収容の80%それをフォーマリーナとして使える アリーナを確保したクラブを B リーグに入れるその条件の一つにしたんですねまあ三つかるやついろんな条件言いましたけど一番できそうになるのはこれでしたね。5, 人何をバカ言ってんだ当時は3,000人の体育館しかなかったんですよね。そしてほとんどが物販禁止、えー、その何何で下足下足じゃないや下足でいいのかな現金。靴履いて上に上がっちゃ困る 土足厳禁だもうねもう本当言葉がね最近すっと出てこないんだけどまあそれでそんなの5,000人しかも80%ホームランリーグ内で使える体育館というのは近くの人がハンドボールやバスケットやバレーやそういう地域の人がいろいろ活躍するからいろんな申し込みがあってそんな80%年間この頃は2 5五6試合やったかなあのホームがまあ二十今は30試合ですけど30試合も年間 80%って24試合、そのホームアリーナを独占できるか、できやしない。そんなことを川淵は分かっとらんということをみんな言ってたね、陰で、相当。だから僕が一番見たのは、皆さん、僕はね、みんなに好かれようと思ってやってない。もう嫌おう、何は好きなのにやればいい。しかし、バスケットボールのためをもって、どういうふうにしたら発展するかということを真剣に考えてくれって言ったんですよね。で、この時に、みんな僕は J リーグのそういう経験から、 市長に会ってこの,このバスケットボールクラブは地域社会の発展そういった子どものいろんな、まあ、あのバスケットボールをはじめ、えー、その身体の,、えー、その正常な発育のためにいろんな努力をしますよっていうようなことを話をしたら市長が「よし分かったじゃあうちの市のじゃあバスケットボールプロクラブとして認めましょう」と言ったら体育館の市の使用を許可する人がそれはダメだとは言えないわけだよね市長の命令だから。 そしたら80%自動的になるっていうのは J リーグのそういう経験からよく分かったんですよね。まあ有名な話ですけども、えー、一番最後にそのカシが決まったときに、鹿島の林口っていうのは大体た2万人1万8千から2万人その時は漁業と農業の人が中心で、そして鹿島林下工業の都市ができて都会から 2万5,000人の若手の有望社員っていうかエリート社員が来てこれ4万5,000人をどう活性化するかっていうのが鹿島の大問題でしかしこの入れ行きがもとなかった鹿島だって人口4万5,000だからこんなところにその条件の一つとして1万5,000人収容のナイター照明を持った競技場なんか作ったって4万5,000だからね3分の1来るかってだって来るわけないでしょ でそんなふうなことがあったけどともか鹿島が最後何とか町の活性化のためにプロリーグに参加したいって言って粘り強くこう来てたもんだからちょっと排除排除できなかったよね。で,で最後のところで選択の時に、うんまあ、皆さん来て「カ普さん、えー、プ,ロプロリーグにしリーグに参加できる可能性ありますかね?」って言ったから「100%可能性ありませんね」って言ったら身も蓋もないから。 そうですね、申し訳ないけど99.9999% 99 99可能性ありませんねっつったんですよねそしたらその責任者の人が「えっ橋さん100%じゃないんですね」って言われたから縛った100%で嫌やわかったなって99.999% <laughs> 99 99って言ったら100%も同じでしょいやそうじゃありませんそこにはコンマ0001%がありますそれは一体何ですかって言われたんですよ。こと考えててて言ってませんよね <laughs> で両者気気ずい空気が流れて そうだここでともかく日本にないような一番我々としてこう希望するこういうものができたらいいなということを言えばだそるに大体できるわけないそうやるわけない4万5千だから。ということで旗をとひらめいてですねそうですね観客席に屋根のついた1万5千人収容のナイター照明を持った競技場を作るってんならばサッカー専用の 競技場を作るってんなら話は別ですけどねって言ったんですよねこの半ば冗談ですよできるわけないですもんそんな4万5千の町にで皆さんすぐすぐ帰られた他のチームにそんなこと屋根をついたら誰も言ってないなんでうちだけ言うんだっていう顔もしなかったまああんま変な顔すると川口がまたへそ曲げると思われたんでしょうねで2週間ほ私電話あって川口さんどうしてもお会いしたいって言うんで ああどうも長い間お世話になりました j ューに入ろうと思っていろいろ努力したんだけど努力のかいなく断念せざるを得ません j ューの成功を心から願ってますということで来るんだろうと思ってどうぞどうぞって来たら扉を開けてゾロゾロゾロっと12人も入ってきたあれやめる割に人数多いな観客席にののをついた人収容いた 競技場を作ると竹内氏が言ってますと聞いた時には驚きましたよ慌てましたよそんなものを作ってまいっちゃ困ると思って大体人口4万5,000の町にそんなものを作っててこれ冗談であの時言ったんだよともう言えなくなっちゃったんですよね。ほんでいろんなこの条件出したらそう全部潰してきたことが今の鹿島に努まってもうだから J の中でこのもうこのリーグ多分今度明日優勝する可能性もあるけど。 今まで19回も優勝してるんですよ、タイトルを取って、圧倒的に。あの時に1万5千人収容の屋根のついた。日本で初めてですよ、屋根のついたサッカー専用の競技場っていうのは。できてなかったら、今の鹿島は。もう存在しなかったんですよね。で、そんなことの。いろんな延長戦の経験から。こういうことを師匠に言えば、絶対に大丈夫で、いろんなことを。分かったから、この。えビリーグの、いろんな条件設定については。 もういろいろ独断で自分で考えてこれは市販だけどもこうしますこういうふうにしたいと思ってますということを言ったことはその一番初めにみんなが会議で集まった時にね川淵のバカ野郎何をしてんだってそれはみんな思ったんですよねそれは当たり前だよねできるわけないじゃんあんなできないことをよく言ってて鹿島よりはもっとできそうにない感じまだ鹿島の方がやっぱりそれはできないですよねこ1万5番の屋根のついたなんてねよくも言ったもんだなと思いますけど。でまあ そういうことがあってそれから師匠のとこ行けって言ったら1ヶ月後になんと20のクラブがもうこれ可能だってゅうことになったんですよね。私考えておびないことが。だからそういう意味ではこのもう5ヶ月しかない解決に5ヶ月間しかない時に皆さんこれからなんとか日本のバスケットボール界発展させたいと思うんで貴重なご意見たまりたいとか言ってたって。 今まで記者の意見一回も出てねえからそういうバスケットボール協会になってるわけでしょサッカー界がバスケットボール界に乗っ取るべきだバカ抜かせこんなケチなバスケットボール協会誰が乗っ取ろうとしてるんだとかねいろいろ憎まれ口を言いましたけれども、まあ、そういうんでもうその1か月後にもうガラッと変わっちゃって。 川口の言うことを聞いてれば何とかなりそううううだといいふなこでで全部まくいったんですよねそれについては本当に綿密にえその理事官の時にも教会の理事官の時に言いましたよ「皆さん僕ほどバスケットボールを考えている人間がいたらちょっと手を挙げてください」「僕に議論で勝てる人がいたと思ったら手を挙げてください」って言ったんですよ「僕ほどバスケットボールのことを考えている人間が今日本にはいない」とか言ってねいたかもわかんないですよ中には。<laughs> そう言えれで一人の人がなんか手を挙げて今まで過去10年間合併できなかったその時の原因とかいろんな問題を分析して抽出してでそれでもって将来どうしたらいいかっていうことをぜひ考えた上でその改革を考えてくださいって言うから「バカ抜かせ!」「バカバカるそこは言いませんけどね心の中ではバカ抜かせ」「そんなのはね俺が会長である間は,は絶対あんなことをしない後ろを見てられるか!」 あと6ヶ月で5ヶ月で問題を解決しなきゃいかんときに反省なんかして分析してそれをどうしたらよくなるかなんてやってられるかって前向いてこうしなきゃいかんって前向きにポジティブにどんどんその成功するという条件を出したときにみんながそれに習ってくれるかどうかその僕についてくれるかっていうことが B リーグが成功するで後ろ盾にはねそのその 坂井田先生という東大の理事長の理事の方がおられてこの人はすべていろんなことで僕言ったことをフィーバーとの交渉だとかいろんなまあそういう調査なんかにもバックアップしてくれていたんでねまあそういうことは言えたんですけどももちろん一人ではそういうことはできませんしかしそういう自信を持ってバスケットボールの強化については僕は何も関係ないと全然知らない。しししかし経営に関しては ここにに誰よりも僕の方が絶対に上だとだって J リーグを11年間サッカー協会を6年間経営してきてサラリーマンでも30年間そういう勉強してきたんだそれにともかく自信があるそのことに対して何かもっかんだ言ってみろ自分が自分が変われると思ったら言ってみろ今までの低たらくから言ったら自分ができるとか何か言えるきりじゃねえだろう今まで何してきたんだっていう。 でその迫力でで、まあ、みんんなななおとしくなったんですよねだからまあ言ってみればちょっとねトルシエ風かなって <laughs> でまあだからトルシエも勝ったからいいんでいや要はだから結果的にどういう成果を上げられるかのためにどういうふうなやはり実力を発揮するかそういう行動を起こすか、うん、どういう説得をするかということが大事であってみんなの、うん、その機嫌を取りながら。 えー、これ言ったら気険をするかなこれ言ったらちょっとどうかなっていちいち気にしてたら何も進まない前にだからそういうんでは、まあ、僕が本当にこの、えー、J リーグの経験を通じて言えることは自分の経験したことをともかくその積極的にこれは絶対正しいと思ったら明確なビジョンを出してそこに突き進むっていうことは大事だ、ね、ビジョンが大事だビジョンが。何のために このバスケットボールのクラブをその作ったのか何のために自分は働いてんのかっていうビジョンがなくてその無駄に働いいたって何の意味もない大きなビジョンを持ってることで働くことに対するその意欲っていうかモチベーションが高まるたださらに働いてはいいっていうわけじゃないだから日本人の場合には働かされてるっていう部分が多いんでそういうことから言うと。 やっぱりビジョンを持つことの大切さということをこの B リーグの設立にあたってかなり強調してみんなに言えたということが結果的には1年目にだいたい売り上げが僕が初めに取っかかった時から比べると売り上げがだいたい倍ぐらいになってだいたい平均でですね B1 の,のリーグの下だいたい平均で3億から4億ぐらいだったのが今6億から9億平均で6億ぐらいまでなってますね。 ほとんどタラの切符の人は結構多かったのは今はええ2700人ぐらいの観客だそれは1500人って言われても実際は1000人いたかどうかはよくわからないんですよ僕はいっぱい一番最初に試合に行た時に東芝の体育館川崎の体育館を見に行って大体そのあこれ大体600人だなと思ったら発表1500人でしたからね <laughs> 大体もうサッカーの時もブジルジェルの前も全部そうでしたよだからそういうんでやはりそういうその実際の そうう定量的に把握をしてそしてそれをどうその将来に向けてさらに発展させていくかということが B リーグができたことで B リーグのバスケットボール界のビジョンが持ててそしてそういう希望が持てて、えー、日本代表チームも強くなる可能性が出てきたということで、えー、茨城ロボッツの活躍とともに。 リーリュ発展していきたいと思います。<laughs> よろしくお願いします。どうもありがとうございました。<laughs> ええー、川淵キャプテン。本当に面白かったです。皆さん思うでしょう。覚悟とか、この迫力の違い。 これを B リーグの,そのメンバーが集まったときにこの迫力と言われたらどれだけの人が手を挙げてそれに対して言えるかというのはすごく感じるかなと思いましたがまあ皆さんにもこの迫力とそれから信念というものを感じていただけてまあ僕はと,と,とても嬉しく思っております。で僕は実は今回です、ね、その川淵さんとの対談に向けて本を3冊読んで,です、ね、川淵三郎キャプテンという方はどういう方なのかなってすごく、ね、気になって勉強させていただきました。<laughs> で特に面白かったのはこのジェンの履歴書でこの中にその川淵キャプテンの、えー、幼少期からのことがお母様のこと家族のことが書いてあってでその時あのあのそれまで分からなかったことがつ分かったのがその小学校時代に演劇部にいらっしゃったんですよねでラジオ演劇をやってらっしゃったそれは今もかなり役に立っている感じはしますでしょうかうえっとね、まあ、NHK の放送駅当時はもうテレビなかったですからね、はい でだから僕トータル的に100回百回以上 JOBK って大阪放送局なんですけども出てるのとそれからやっぱり、えー、だからそういう意味ではその当時マイクはありませんでしたからねだから初めにこう練習するときに後ろにあの吉岡拓先生という人が立って「聞こえる聞こえない」って言われたから,から発声ということに関しては。 別にマイクなくたってこの,ぐらいのにこのぐらいの後ろだと全部僕は聞こえるっていうのはやっぱり小学生の訓練のおかげですね私はリーダーの一つの役割は,僕は演じることだと思うんですよね。でそれ怒りを演じたりとか信念を伝えたいとかあるいは優しさとかですね でには自分がリーダーとして善とした姿を伝えていくということは非常に重要だと思いますがそれを多くの人にきちんと分かりやすく伝えていくというのはおそらく小学校時代の,その体験が大きかったのかなと私は勝手に1つああ、そういうことかと何度も私はあのスピーチを聞いていますがやはりこの迫力といい滑舌の良さといい伝わるそのメッセージ性といいまたは欲求のある感覚といいさすがだなということを私は思いました。それが一つ目、感じたことと、それうん、どうぞ。 いやあのー、とにかく地声がちょっとでっかいんでね <laughs> でうち、ま、毎朝女房と話してると「あ,あなた私一人しかいないんだけど毎朝言われてるんですよ自由に相手に喋ってるか」というでよくそのサラリーマンの時は川口さんが電車に乗ってると2路目にいてても分かるって言われましたけど <laughs> まあそれでそのまあ小学校時代の後に三国川岡に行かれるんですよねええ私は京都大学行ったんで、うん、関西の方いらっしゃると分かると思いますが名門校ですよね。 あの府立の名門校の三国ヶ丘高校に行かれてでそこでサッカー部でも中学校時代なんて野球部だったんですよねで高校時代にサッカーやってて1年目にやめようかと思ってらっしゃったっていう話を聞いて、うん、えその時やめたら今の J リーグなかったんじゃないかと思ったわけですがそれからあの高校出た後二郎されてるんですよねそうすそうすいやこのね二郎の話をすると僕はあのサッカーや,り,やり始めた同期って当時サッカーなんてまるで人気なかったんですよ で、大阪でも三国川高校っては前年度、全国高校選手権で2位、準優勝、それで国体でも準優勝ぐらいの名門なのに、あの、そう、3年生卒業した後、僕が新入学生で入った時にで、部員が10人いるかいないかだったんですね。で試合の時になんか雇い兵で雇い、試合やんないと11人、うん、間に合わないというような状況でしたから、で、そういうんでも、も、ま、う、あ、ともかく四国に、四国に行ったら、 四国に坂部に入った四国に連れてやるぞって言われたから四国に行きたくて入,入っただけでそれもあの連絡船がありますね高松と宇野うこう連絡船って当時船があったんですよでこれに乗りたかったんですねでそれ乗ったらもうやめてやろうと思って四国に行って帰ってやめさせてくれって言ったらもう四国に行ったんやからやめんといてくれって泣くように頼まれたからまあしょうがないそのうちやめてやれと思ってたらどんどん面白くなってうまくなって。 だだからもうサッカー大好き少年だったんですよで浪人してる時にもうともかく大学も落ちて受け落ちたけどともかくサッカー好きで高校の放課後にもうサッカーばっかりやったんですよ。でまた浪人でしょでまた何とかって,言ってその時に今思うのはその時に何考えたんだろうって僕は。本当にいやだからその,おお、まあその 国立のいい大学に行きたいとかその大学系けなったらもうそのどっかで会社員として働こうとかそプロなんか全然ありませんからねプロなんか可能性ないかゼロだから全く何の目的もなしでサッカーばっかりやったのをその川本さんという日本代表の監督が見ててあいつちょっと面白そうだから早稲田に行かしたらどうだっていうところからまた人生変わるんでね僕の一番振り返って無駄な時間っていうのは高校の2年その 浪人の2年間でもその「浪人の2年間」がなかったら僕の今の人生ないんですよ。だから人生って面白いなと何の目的もなく今のようなプロがあれば別なんだけどだから。 やっぱり無駄な時間でもなんかやっぱり一生懸命打ち込むっていうのはなんかやっぱりそれなりの結果が出るのかなというのがね無理やりこ,こじつけたでけ高校3年の最後の大会であの全国大会、うんね、大阪府で優勝されるんですよね、ええ、あの名門の三国川区が、ええ、あの大阪を優勝してで全国大会に出られたということで早稲田に入られた後にその後あれですよねその日本代表になられて。ええ <で>入ってすぐに 1>,、はい、まあ1年目来た時にもうそれなりにもう早稲田の2年浪人したのに早稲田っていうのは当時大学で一番強かったんですからねそのレギュラーで,でもうその時アジア大会が何かあって暮れに日本代表候補に選ばれてでその怪我しちゃって2年生の終わりにはもう代表で東南アジア遠征しましたねそれがずっと全日本にはいたんですけど。で1964年の東京オリンピックでは まあ、あの代表としてフォワードを務められて、アルゼンチン,アルゼン,チン戦で得点もすごいですよね、<ー>オリンピックでられて、アルゼンチンで得点を挙げたっていう、ねうん、それだけが一番華やかな、あれですね、どこ行っても自慢できる感じですけども、まあ、当時の,そのオリンピックっていうのは、アルゼンチン行ったって、全部アマチュアですからねアマチュア、オリンピックはアマチュアの大会だから、やっぱりサッカーの世界ではワールドカップがすべてなんですよ。 でまあ、日本人はアルゼンチに勝ったすごいって言うけど海外から見ればそれがどうしたっていうぐらいのところの位置づけですが今はで当時の、えー、東京オリンピックで、えー、多くの日本人がなんかあのその競技見たいんだけどなんか切符開いてないかって全部売り,切れて売り切れてるけどサッカーだけはありますよって言われたんですよ当時はうん本当にそれだけ人気がなかっただこ今度のまあ東京オリンピックはすぐ売り切れると思いますけどね それから、その、まあ、大学を出て、あの、まあ、古川工業に入られて。古川電工。古川電工ですね。うん、古川電工に入られて、まあ、サッカーを続けられた後、まあ、30歳ぐらいで辞められて、うん、そ,ね、その間、あの、それからサラリーマン生活を48ぐらいまで続け、 結局51でさた50歳まで、うん、30年ぐらい経めたんですかねそういう意味での、うん、そこの経験がやはり僕は大きかったんじゃないかなと私勝手に思っているんですけどその時の経験で、うん、要はサッカーをした上で全く違う世界の中で。 人、まあ、サラリーマン生活をしてしっかりとした交渉営業をしたりとかあるいは計画立てたりとかメーカーの中でいろんなさまざまな生産とかを含めた形でやってらっしゃったと思うんですがその時の経験をちょっと教えていただけたらと思うんですが、えっと、初めは、ね、やはりその僕らあの古河電工が一番その当時はすごく入るのは難しい会社だったんですよねでもサッカーを強くしようということで僕らはその、えー、入社試験なくて入れた当時はあの東大一橋 東工大なんとかって別にせしあのしあの選抜の試験があってでそのほかに一般の入社試験があったぐらいだから当時の古川電工っていうのは本当に入社するのは大変な会社ででも関西では全く有名じゃなくてでうちのおふくろに「古川電工に入るから」って言ったら、えー「どんなテレビ作ってんの?」って言われてね電線作ってるったらなんかさえないなっていう感じが。 あったんですけどもでそこで今回一生懸命働いてでそのね。で土日はもちろん練習ですけども1週間の 2, 2, 2, 日だ2日の午後だけ、えー、練習をやったけどもやはりサラリーマンとして立派にその生きていって周りに認めてもらいたいという思いがいっぱいでだから練習が終わってからまた職場に戻って仕事をしたり。 えー、そういう職場の人たちと親しくする付き合いをずっとしてたのが確かうちらっと控室てた話を聞いたら囲碁をそのサッカーの遠征中に覚えられて古川電工自体は見事か打たれたりとかあんまりされな当時の、ね、工場っていうのは、えー、昼ごはん昼休みになると全部将棋界囲碁やるんですよ。うん でその周りでみんな見てるだから今の職場の雰囲気とはまるで違うでしょうねだから囲碁将棋っていうのは職場にとっては必要かくべからざるものだから本社に行っても僕ら弁当を練習午後から練習あるんだけど弁当いつも持ってってっていうのは食べるために食堂に行くのはその時間がもったいないから弁当を食べながら午を打ってましたよだからそれを周りでまた見てるでそれでまた覚えるでしょだから僕は えー、初段の人に始め6目を置いてであのどんどんその高い線にまでなってだからその上腕の,あの上,上の人にこう教わったことがまあちょっと強くなった理由ですね。そういう意味でその小学校時代に演劇をされて野球そしてサッカーでサッカーで極められて日本代表になられて。 でそれからさらにはまあサラリーマンの生活を経た上でそこでもそのまあ出世階段をずっと上がっていってらっしゃってそこで組織を学んでさまざまなその人々のリーダーとかを学んでってでそしてまあ当然こう段取りから始まって計画とかそういったまあおそらくサッカーの選手で絶対学べないことをその会社の中で学んだ上で,でその時にちらっと読んだ摩擦腺っという言葉をおっしゃってましたがある一本の電話をもとに。 退社をされることになって、うん、そこからがサッカーの世界に戻ってきて動き出すんですよねそうですねでも結局サラリーマンの時の僕らの時は TQC トータルクオリティコントロールっていうのがやっぱり会社の社員の、えー、全部その1週間研修を受けたりしてその物事の定量的な把握だとか分析方法だとかっていうのをものすごい習ったんですよねでそれがやっぱり J リーグ作る時にですねものすごい役立ちましたよ。 だそういうものがなかったらやはり J リーグの,その初めの作るときの方向性だとかどう,うことどういうことをチェックしていいのかというのが全く分からなかったと思いますよどそれは会社のサラリーマン教育のおかげだと僕は思ってますけどあと途中、古川電工のサッカー部のキャプテン監督をほどやってらっしゃって、はいええ、そういう意味ではそのサッカー選手、監督そしてまあ企業の経営 のまあ、下から上までずっと経験されたということで共通項とか全く違うことって何かそのまでで感じられたことあります、えー、やっぱ監督の時はねやっぱりあの最後そのシーズン変わる時にあの必ず辞めさせなければならない選手っているわけですよ。で本人が辞めたければそれでいいんだけどインドを渡す時の,その理由のつけ方っていうのが本人の自尊心を傷つけないようにいかに仕事に 北馬に戻ししてあげるかいいうのは、ね、もうすごく気を遣いましたねでもそこのところはやっぱりしっかり本人にこの腹を割って話さないとだから何かその移動させと時に、えー、他人に無責任にあいつどっかやっとけということではやっぱりその人の恨みを買うっていうのか本人が納得しないだから本当に言うのはつらいけれども面と向かって何故にこうこうこうなんだと。 だからまあ正直言って最後の段階でやっぱりポジションとしてはこの新人がこう入るからやっぱ君のポジションは全くないし今え会社に帰った方がやっぱりそう将来の昇進その他考えるとそういうことがいいからって次の職場のそういうどこに行くかっていうことも希望も聞いてそれをできない可能なようにサポートしましたね。そそそれれがややっぱり監督ととしてううううういうことをやれたっていいこたのもそういう えー、まああの経営者経営者経営を見るためにはやっぱり必要なこととだったと思いますねそういった経験を経て5十歳からそのサッカー界に戻られて。 そこで見られた現状とそれから持っていくまさにビジョンに向かって突き進んでいく力とそのことで簡単にちょっとご説明いただいてよろしいですか1960年に僕は初めてヨーロッパに行ってその前は東南アジアだけでしたけれどもでヨーロッパの素晴らしいその、えー、練習場というかサッカーだけではなくていろんなスポーツが楽しめる場所がもういっぱいあるということを初めて知ってでそれが全部芝生のグラウンドで 日本では日本代表選手ですら土のグラウンドでやったんですよね。でロッカールームなんか当然なくて、えー、東大の御殿下でもうともかく泥まみれになって、練習終わったら近くに赤門湯っていう風呂屋があって、そこにみんな行って、雨降った後練習あの風呂屋に行くと嫌われましたよ、泥だらけで。<laughs> だから初めに外で水かなんか浴びさせられて中入ったっていう覚えがありますけども、そういうふうな日本代表が、 ドイツ行った時にヨーロッパ行った時に素晴らしいスバフのグラウンドでもう環境が整備されてその中で子供たちがいっぱいサッカーだといろんなスポーツやってるでしょこんなふうな時に僕の子供の時こんな施設があったらどんなに幸せかなこんなふうな国に日本がなればいいなとしかし将来こういうものを作ってやるぞなんてそんなこと絶対思わなかったですよね100年経っても日本にはそういうものはできないと思ってましたからそれほどの差がありましたよだって。 えー、巨人日本のプロ野球の一番の,その、えー、最先端の巨人軍ですら多摩川の土のグラウンドでクラブハウスなかったですからねそれから比べてあまりにも比嘉の差が大きいんでもこれは日本はこの何百年経ってもだめかなっていう感じがあったでそれをその何て言うか頭の片隅に夢としてっていうよりあんなのがあればいいなっていうものをずーっと持ち続けてきたのが。 そういういプロ化という動きの中でもしプロ化やるんならやっぱりこの方向にいくべきだこういうジェあそこまで見たあのデュースブルーのスポーツ修練みたいなクラブハウスをとグラウンドを日本に作るのがやっぱり日本のプロサッカーの成功日本のスポーツ界の発展につながるんだというそういうあの大きな目標を具体的に見たことがそれにどうつなげていいかというその 工程はまるでわからないんだけど、最後の行き着くところはこうだっていうそういうモデルが初めにあったっていうことが僕のその,エネルギーの原点でしたね。まあそういう意味で明確なビジョンがあって方向どうやって方法論をからないにしてもあそこに行くんだと、うん、で日本も行けるはずだという思いを持たれて J リーグの構想が始まって動き出すわけですがで僕が見ていてもいろんな企業とかあの、まあ、ベンチャーとか見ていて思うことは。 比較的企業とかベンチャーってそんなに難しくないと思うのはステークホルダーっていうのは結構限られてるんですねまあ一部の株の小さく始まって大きく育っていくわけですが J リーグ構想とかを見てるともうステークホルダーはもう大企業のそのまあクラブチームであって、うん、さらに自治体を巻き込んで,で国全体を巻き込んでいくようなそしてマーケティングとそれからナショナルブランドのスポンサーということの中でどでかいメディアを使って動かしていくっていうことがあっという間に 出来上がっていったプロセスというのはもう本当にもう圧巻だなというふうに思うわけですがそこまで引っ張っていけるのはやはりまあ川淵キャプテンがいらっしゃって明確な信念とこの迫力で持って突き進んでいきながらも多くの人を巻き込みそして高いハードルを持って接していきながら入りたいという気持ちを、まあ、鹿島の話を、ね、伺ってもみんな鹿島とか名古屋グランパスとかみんな入りたがっている中において10、まあ、チームのところで抑えてそれからまた少しずつ拡大していったらというのは本当にうまいなと。 思いながら多くの人が基化感を持ちながら入りたいっていう時に高いハードを設定するとこれを乗り越えた瞬間にいいよっていうことでそしてまあ僕は茨城出身なんで茨城県の知事ももう説得してですねつまりキャプテンが説得したわけじゃなくてカ島アントラーズが説得されて進んでいったっていうのは非常に面白いなと思うように思うわけですがその時にその川淵キャプテンから見てこの点が良かったとか振り返ってみてこれがやった一つが良かったとか何か あったたたらら教えていただけと当時、まあ、最終的にチームが市長や知事の許可を得て、えー、ナイター明1500ルックスのナイスター照明をついた、えー、1万5000人収容のサッカー専用なんかありませんからね、まあ、当時陸上競技場の、えー、そういうスタジアムっていうのは国体その他があって各都道府県にあったんでねでホームとして使わせてくれと市長や県知事に頼んでそれを了解してもらう。 そのために僕はもう全部の師匠に会いに行きましたね。あなたんですか全部,全部会いに行きました。だから誰がどうどういう,うにしてその時あしたか。唯一名古屋だけは、えー、その豊田章一郎さんが先頭に立ってうこうグラウンド作りに動いてくれたんですよ。だから名古屋の、えー、師匠だけには会ってないんですよ。す茨城県知事は茨城県知事はもちろん会いましたあその後ね。その後ほら あのいろんな問題があってあの逮捕されちゃったんだけどやっぱあの人建設省の事務次官だから竹内さんがね相当実力があったからでいろんなあれ日立と鹿島を来させてていてでそこに鹿島に出向してたのは後の産業経済産業省の次官をしてた北畑さんという人が部長で出向したんですよね。でその人がもう全面的に至って ちょうど鹿島臨海工業都市をできるその基金っていうのが何百億あって、そのうちの100億円出してくれっていうのを、その北畑さんが竹内に直接掛け合ったんですよ。そしたら地方の活性化のために、あそこにあれだけの工場ができたけれども、若者が居づらい、みんな映画館もコンビニもボーリング場も何もない街でしたから、だから若者がみんな逃げていったんですよね。だまあプロサッカーができたら そしてそういうスタジアムできたら若手が、若者が、それでいづく町になる、そういう可能性があるということが決断の大元だったそういう意味で、市長、知事に会われて、でさらには他のまの、あ、当然、チームの人たち全員、まあ、関係する人々全員に会っていかれる、プロまあ、当然、スポンサーも含めて会っていかれて、で説得して、でそして大々的なファンファイナルのもと、J リーグが始まっていくと。 いうことですが見られてみてそういったその、まあ、成功要因として考えるのは、まあ、明確にそういった関係者の方々と会って説得したこと以外に何が今のね説得についてもね、はい、当時はあ J, J リーグのクラブってやって私1企業でしょでサッカー1スポーツでしょだから行政のトップとしては1企業の1スポーツに何でその行政がお金を出さなくちゃいけないのっていうのが やっぱり市民に対する一番やはり説明責任があることでそれは一番ネックだったんですよで、それを僕がいちいち全部にあって言ったのは J リーグはサッカーだけやってるわけではありませんこの J リーグのサッカーでいろんなまあ利益を上げてその利益をいろんなスポーツをするその地域の人たちのための施設を作って地域の人たちが発展するように喜ばれるように誰,が誰でもいつでもそこに行けば 自分のスポーツが楽しめるそういういいクラブを全国に作りたいんですだからこの今サッカーだけですけれども将来そういう意味でのスポーツ全体の発展のためにつなげ,つなげますからっていうのがねこれを全部に言ってったことがやはり市民に対する説明できる そういう市長のその自信となってそれが進んでいったんでこれやっぱり言えてなかったらダメだと思いまますね,そすね、まあそういうことで J リーグが成功されて B リーグも立ち上がったということですがまあ私がまああの川淵キャプテンとお会いして思うことはやっぱ相当強いこうビジョン明確なビジョンをお持ちでいらっしゃってさらに強い信念を持ってますよね。こうう正しいと思う信念 どう,なんなどうやってカーブ近くてそういう信念っていうものに自分がこ,うこれだけ正しいんだこれだっていうことを思われてそれが伝える力になってるのかっていうのはいや僕もその、まあ、30代40代頃はそんなふうに思ってたわけじゃなくて例えばビジョンを持ってるかってね言われたそういう中から言うと俺ビジョン持ったのにつ頃かなったらやっぱりその51歳の撮影の時にやっぱりそれまではやっぱり自分は会社の中で偉くなりたい給料をよくたくさんもらいたい。 大きな家に住みたい自動車欲しいとか自分の私私欲がも中心で世の中のためになるとかそういうことはまあもうゼロじゃなかったけれどもそういうのは重要な要素に入らなかったしかしこういうことはビジョンとは言わないわけですよねだからその時に51歳の左遷になった時にあこのままサラリーマンとして進んだら先が見えてるだから世の中のためになんかなるために自分が生きていくことはどんなことなんだろうかっていった時に。 いやもうその会社辞めてやろうと思ったらじゃあ自分は売り込む自分の技術をこの会社に僕はこういう能力ありますからぜひ雇ってくださいっていうのは現役時代なら言えましたよその頃はでももうそんな50になってからそんなこと言えないそうなるとあれ俺は今まで古川電工の名刺だけで生きてきたんだなって名刺がなかったら自分は何も生きてられないじゃないかなんと情けないというそういうもう本当に情けない思いがあってあそうだサッカーがある。 サッカーは日本ではまだ人気のないスポーツだけど世界的には一番人気のあるスポーツでみんなプロとして成功してその潤沢なお金とかそういうその収入もあって日本人がサッカーを好きになったら絶対にそのプロサッカーは成功するだそのことに自分の残りの人生をその自分の,その,その,なななその突っ込もうとだその時初めてサッカーのために やっぱり自分の人生最後かけてみようとだから少しビジョンがそこで51歳ですよ情けないことに初めて。でも まあそそんんなもんですよねののビジョンの話、まあ、私は相当ビジョンがの,の構築能力が高いと思うんですがビジョンその時いろいろと本読んでると分かったことは川口キャプテンはすすごいよよく調べるんですよね、うん、何やるってあってもいろんなことを調べるおそらく相当そのドイツの事例とかフランスの事例とかさまざまなプロサッカーの状況を見た上でそこに到達するプロセスを見て日本に当てはめた場合にどうあるべきかということを考えてその中の戦略をやっていくことはまあ当然以後でそういうい戦略というのは相当, <laughs> 相当強くやってらっしゃったんです ないいかと思いますがそれをその調べて考えて「で信念」という言葉は実はあるお坊さんが言っていてすごく分かりやすかったのは信念とは地の極みって言うんですよつまりこう地考えて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 考え尽くされると。 ある一点から信念に変わってくるんだっていうふうに言っていて、うん、確かにそうだなと思うんですよねそういう意味でものすごい不確実性が高い中で他の人たちが見えてない中でカーブ近くてものすごい深く考えて多くのことを考えた結果これしかないじゃないかっていうことが言えるほど考えられた結果としてそれがおそらく信念として外に出ていってその時に多くの人を説得していくパワーになっていったんじゃないかなというふうに思うんですねでその中で僕は一つだけ聞いてみたいなと思ったのはあのよく批判されると いいうことをそのまあ本を読んでいて例えばあの奥様にも相当ご迷惑をかけられたというふうにあの書いてらっしゃったわけですが一方ではあの僕もいまだに起こっているのはその東京の体育館アリーナの問題であの去年ですねそのアリーナのちゃぶ台返しをして,あのってあのそのアリーナが足りてるじゃないかとうふっておっしゃってた時にもう川口キャプテンがバンと立ち上がっていった時に相当な。 いろんなあの、まあ、批判ではないんでしょうけどいろんな声が上がってきてあま今現状を見ると東京本当にアリーナなくていまだに B3 のチームが戦う時認まで来きてるんですよたあの東京になくてアリーナはなくて、まあ、そういう状況の中で、まあ、あのそういうあのいろんなさまざ、あ、まな批判を受けることがあるわけですが全く動じないじゃないですか。 そういういい批判とかあるいはみんなやっぱりあの自分が正しいと思ってこういった明確なビジョンがあったとしてもそいうことによってさまざまな批判があるしものすごい嫌なわけですよそういうのを受けるのがでもそういうのの中で全く関係なくドーンと出ていってそれに対してこうだーっていうふうに言って、まあ、批判を気にしないってわけじゃないでしょうけど、まあ、それは多く受けている立場として、まあ、それをどうやって耐えているのかなっていう,うその辺のことをお伺いしたいなと思います。 いやもうねあのよく考えてみると、心理社員のときに、まあ、心理社員200人が学卒200人ぐらい集まって、総務部長が、もう会社に何か問題あれば、一つ言いたいことを言っていいよって言うから、僕、手を挙げて、大体いい事故が起こったときに、そういう事故が起こってから、いろいろ機械設備を変えてるようで話にならないじゃないのって、えー、だからも、もっとちゃんと前もって、危険なところはちゃんとカバーすべきだったら、総務部長が、君 それは出したまえって、ね、もう痛いとこ疲れたんでねもう劣化のことが起こったから「何言ってるんですか言いたいこと言え」って言ってじゃないですかって人事部長が「まあまあまあ,まあってでもねその頃から割合言いたいこと言ってましたねだからあんまりそうあんまりだから、えー、そのなんか工事の中で人手が足りなくなってよくあることですがやっぱ各職場から現場に出て助けてくださいっていうのがあるんですよその、えー、世間からももう人手不足になっちゃって。で行く時に ななななんで俺が行かなくちゃならないのあの職場で僕はいらないっていうことならば職場変えてくれってで大体ト,トイレの掃除だってそれは何も役に立つと言われは全部そうなんだけどどの仕事だって役に立たない仕事はないだからそういう言い方をしてとりあえずそこが役に立つからって変な言い方するしてくれるなとだからはっきりものを言ってくれて俺はなんでそこに行かなくちゃあんねえんだってったら人事部長に「まあそうは言わんで」とかいうようなことをねよく言ってましたねで会社がある時 あの君の政党は何だって聞いてきたんですよ。と今じゃ大変ですよね。<や>な<や>どこに政どこの政党があれだって。でも頭にしちゃって、共産党って書いてあるんですよ。<laughs> 本当に。普段何にも言ってこなかったよね。情けない。<laughs> そまさか共産党にと思ったとは思わないんだけど、それほどね、割合。 もう昔から反骨精神ありましたねそれはなんか捨てながら何か左遷された理由が分かったような気がいや僕も実はあの住友商事って辞めた時に何を思ったかっていうと一番最後の最後で僕みたいな人選ばないだろうなと思ったんですよね変、うん、わり者だからおそ、うん、らくね川淵キャプテンよりも優秀あのが相当優秀だから 上司のの方々はちょっっとハンドルするのが大変だったんじゃなないかなっていうそれはあるねだからそういう意味では「<laughs> うん」とか言ってね。<laughs> ということでそれの結果として逆に出たことによって大きな価値が生まれたのは、うん、私は住友商事辞めたことによってこういったグロービスが立ち上がったわけなんで、まあ、そういう意味ではあの日本にとっては素晴らしい、まあ、一言だったと思うんですが <laughs> そういう意味ではそういった批判を受けるっていうことについて言うと。 また気にされないどうなんでも、ねうん、やっぱ初め頃はね相当気にしましたよ J リーグできた頃になんかあんだかんだってもういろんなことでケチつけられましたからねでそもそも一番初め J リーグを作った時に会社の協会の幹部からねやっぱり時期尚早前例がない成功するわけないって仲間内でっていうか上司の人が反対されたのがね何言ってんだよって。 もうすっごい腹立ちましたねでそのことに対して教会の理事会でガン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 やりましたよ、うん、それは。だからそういう意味ではまあそういうことから言うと反対されたりなんかすることの方が結構多かったので、まあ、そういう意味で例えば日本代表でね一番上東南アジアに遠征した大学の2年生の時ですよ1958年で東南アジアに遠征して帰ってきたら先輩がその頃ろはほら水酒造りで送別会や送国会やるようなところですから。 サッカー協会の幹部がいっぱいいっぱて、えー、勝敗そんな勝てるわけないですから東南アジアでも当時の日本のサッカーはで反省すること一人一人言いなさいって言ったらみんな自分が下手だったなとかなんとかってそのみんな自分が悪かったっていうようなことを言うから俺も頭いっちゃってね いや僕はやるだけのことを十分やった自分としてはできるだけのことをやっていいプレーできたと思いますよって言った先輩が立って「君は生意気な!」って言われただそういうこと結構多いですよだってあんまりもうみんなと一緒のことをねあんまり言いたくないの僕はいやもう逆に言えばそう批判されること慣れてしまってうん,うんそうそうそう全然気にならない気になるんだけどまあしょうがないやとそういうことです <laughs>、うん、だかからら今度の時ももう明らかに その、うん、川口が出しゃばってまた目指したがってって絶対書くだろうと思ったら何にも書かなかったからねちょっっと物足りなかったねでもその後に東京都知事の関係で結構いろいろと相当あって<笑><笑>うんもうねあれはもう本当に <laughs> やっぱりその後ろ振り返ってそのさっきのねあれとよく似てるんですよ後ろを振り返るなんて前向いてやれっていうね小池さんはじゃあ誰が。 あのそ築城そのあな何だっけそうにしたかとかその犯人探しをずいぶん長くやってそんなことをやってる時間かよって前向いてどうするのか解決が先やろその後でやればいいんでねだプライオリティになってねえじゃないかってずっと思ってましたよでもその都民ファーストって当たり前ですよね都民ファーストの <laughs> 誰がファーストなんだって。 でもツネさんと今度ねツネさんって言ったらあれだよ <laughs> 昔はね皆さんあんまりご存じないだろうけどもう相当カンカンガクガクの議論があって J リーの理念は空想な理念川淵がチェアマンでいるかいサッカーは成功しないとか言われてもう相当な、まあ、新聞の一面を相当飾りましたよ。 でまあ、うん、渡辺さんが僕に「独、う、裁、ん、者,者」って言ってでそういうことに対する稽古答えがまた新聞に載るからねこれスマートにやらないといかんから家の前に全部新聞記者が来て「河部さん渡辺さんこういうふうに言ってますけど河部さんどうですか?」って言われたんで「独裁者から独裁者,者と言われて光栄です」って言ったらそれがまた新聞を大きくなった <laughs> っていうで今はもうねで今度退団することになって <laughs> でも今は俺すっかりね もう10年ぐらい前からあのすごくまあ,あの、えー、なんていうか理解していただいてで,で、えー、結局、えー、まあ,あのそういう J リーグの理念っていうかそういうことに対する、まあ、だってほらプロ野球はみんな今地域に根ざしてるじゃないですかだからまあいいかっていうのは。 まあただ、やはり僕はあの川口キャプテンの考えの方が僕は正しいと思ってますよね要は会社名残してね要は何でもめたかっていうと読売ベルディとして残したいっていうことに対してそれはだめだっていうことでやっぱり地域に目指すためには企業名を入れてはいけないっていうことで揉めたんですねだからプロ野球はいまだに会社名ですよね、うん、あれはやっぱり抵抗ありますよね僕自身が、うん、そうですねもっとやっぱり地域名を出していく方がいいと思うんですよ、ねうん、だからまあそういうふうなことで、まあ、横浜だとかいろんなことでもう昔よりはずいぶん出るようになりましたけどね で今度の,その B リーグもね、最後やっぱり企業が反対してたのは、そういう法人化すること、要するに法人化することっていうことは、赤字を管理費で、その経費で落とせないから、赤字の垂れ流しの会社になるから、その法人化は絶対無理だと反対してたんですよ、これ、J リーグの時と全く同じで、しかし、法人化しないと、そのクラブ自身のその、 えー、趣旨そのバランス選手に対してどのぐらいの連覇払ってるか中身はどうか管理費がどうかってことを分からないからそれを分からない限りはやはり世間が納得してもらえない地域の行政も支援してもらえないということで絶対にその法人化っていうのはもう必須条件だでとか企業名をどうするかとて時にこれ企業名を出すなっていったらこれは今までバスケットボールをこ長い間支援してくれた企業がやっぱ反対するとこれ いい選手が日本代表クラスの選手は行き場がなくなる収集先がなくなるそういう何て言うか処遇がもうガタ落ちになるっていうことがあってこれはかわいそうだなそういうのは置いといた方がいいなってその代わり企業名を出してたら毎年3000万ぐらいーリングに残せということを言ってたんですでそれは企業名残していいよと。万万とか 5, 万とか言ったわけでそれは 例えばまあ茨城ロボットにしろ他の会社が来てちょっと2,000万で清めを出してくれったらそれ無,無法ずにこう全部清め入っちゃうことがあった困るからそしたら一番初めにあの豊田明夫さんが社長は清め出すなってそれで三菱電機の社長を清め出すなって僕は出してもいいって言ってるのに出すなって言うんでみんな出なくなってこんなねスモースな。 あの希望通りり行ったことはないのと逆にあちょっっと 3, 万欲しかったなそれ以上のスポンサーがあの来たわけなのですかそ,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 そういう意味ではあの非常にだだあのだ初年度から成功したわけですがちょっと時間になりましたがここから今度は会場の皆さんに質問する機会を与えたいと思います簡潔にですね、えー、3人ずつあの質問を取っていきますのでどなたか、えー、質問がある方は1名、えー、前の方から3名いくかじゃ三3名簡潔お願いします どうも池田と申します。本日は貴重なお話ありがとうございました。あのまあ年齢のいうことを言うと怒られるかもしれませんけれども。あの川淵キャプテンあの八十過ぎて、すごいお元気でいらっしゃるんですけど、その元気の源がどこから来てて。まあ例えば一日そのルーティーンでどのようなことを心がけているかとか、意識しているかって。あれば教えていただけます <laughs> れば、しお願いしますま。まとめて聞いちゃいますんで、じゃあお願いします。元気源の源。サッカー日本代表監督人事についてお伺いしたいんですが。ラグビーの例を見るまでもなく、サッカー人事、あの監督人事は非常に重要で。 もしあのサッカーの神様があのキャプテンが誰を選んでもいいと言われたらモウリーニを選ばれるのかペケルマンを選ばれるのか他のどなたを選ばれるか教えてください。<laughs> えともう一方どうぞ はい、トトと申しますあのお話聞いてると、正しいと思ったことで突き進んでおられるという印象があるんですけど、まあ、とはいえ、本当に正しいんだろうかというふうに、普通の人は迷うんじゃないかと、まあ、思うんですねでこう、そういうご性格なのか、それとも何か儀式みたいなものがあってスイッチを入れておられるのか、確信に至るまでの何かやっておられることがあれば教えてください。うん、オッケーということで3点、元気な源、それからサッカーの監督選ぶ場合と <laughs> 今ね、結構、スポーツ新聞で書いてもらってるのは、つま先立ちっていうのがあってるんですよね。 でこれを娘が僕は3日坊主でこんなことやれってだいたって大体本当に3日しか続かないでこれだけやったら娘が毎朝チェックしてるからやらなくてしょうがないんで,でそれ30回じゃ僕らの試合もやってないのも同じだから初め150回ぐらいやったんですよそしたらある日6回ぐらい経った頃かなそのズボンの片足で履けるなんてそれまで全然ダメだった靴下もあっそでであれで これはこれのせいだっていうんで3年ぐらい続けてますだからこれは年取った人はこのつま先立ちっていうのはここ,ここのふくらはぎっていうのはポンプ第二の心臓って言われてねこうポンプアップするんですって下の血流をだからこれだけは皆さん絶対もうね1分もありゃ30回1分もいらないなだまあ50回ぐらいやっとりゃいつでもどっかでもすぐできますからでこれ言ったら結構ね 今あちこちこでやっっててもらってま,すでまあ肩甲骨が人間の,その悪い要素をなんか背中にたまるかっていうんで肩甲骨をだからこれだけやってんじゃつまんねんで肩甲骨をこれに足したりね今こうやったりこう回したりそう足のこのつま先立ちをしながらいろんなことやってるっていうのはね今僕としてはゴルフも飛ぶようになったし。 エイジシュートを7回ぐらいやったし、えー、うかえだから、うんまあ、そういう意味ではこのつま先立ちが今の,あの僕の,その健康を支えてるっていう感じですかね。そうですか、はい、ではこのサッカーの監督 <laughs>、えー、それはねあの例えばあのベンゲルが来たら日本の代表絶対強くなるとかモリーノが来たらなんとかじゃなくてやっぱり日本の代表チームの選手の特徴をどう生かして。 どういう戦い方をするチームかを見極める監督でないとそれダメなんでそれがモーリーのかベンギーそれわかんないねはっきり言ってやってみないとだからそれはあくまでねやっぱこの監督が来たら絶対に強くなるというふうなことにはなかなかならないだからまあうん、まあ今のハリーフォーチがいいかどうかって言われると僕はあんまりいいとは思わないけどね <laughs> だからもうまあ言ってみればまあ僕は強いて 誰か一人って言ったらベンゲルがやっぱり長くランパスに何年かいてで日本人の選手とかそういう気質を知っていてそういう意味では彼の経験を生かせられるかもしれないなってシーって言えばベンゲルですね、うん、でも彼を、えー、雇うには大体10億円,10億円出してもワールドカップで優勝するって格約があったら安いもんですよ。しかしかかそうはいかないなもんね ってな感じですえっとあ,あのねえ今日ね、えー、賢者は歴史から学び愚者は経験から学ぶって言葉あるでしょあのビスマルクかなんかが言ったって言葉でそれちょっとおかしいんじゃないかもう今ね先人の言葉にねすごくねモっトーだなーと思うことと。 これちょっっと違ううんじゃねえかなっていう今まではもうノほうずに先人そういう人たちの言うことは正しいことだと思って自分は理解してたんだけど愚者は経験から学びってそれは僕は何も賢者じゃないけど経験から学んで何が悪いのってでそんなことをビスマルクは言ってそれを何かさも一番経験よりも歴史から学べて。 ということをおかしいなと思って最近調べたら別バルか決してそうは言ってないと要は経験から学びっていう愚者は経験から学ぶっていうのはやっぱり自分の経験したことを正しいかどうか分からないままにこれは正しいと思って言ってることがやっぱり問題で賢者はそういう他のその経験者のそういう話を聞きやっぱりその中で客観的な見方がちゃんとこう見れて だからその自分のことよりもそういう他の人の経験を生かした方がいいですよっていうことを説明してあったのでそれで納得いきましたよだからそういう意味ではねやっぱりその経験ということをこれは僕ができあのしてきたことをここで聞いたら、まあ、みんな愚者の言うことを聞いてるっちゅうことでしょいやそうですよねそれはだからそ僕からすればそれは賢者じゃないけどやっぱり自分の経験をみんなに伝えてそれが えー、こ自信を持って言えるということについて言えば、えー、その失敗したことは失敗したこととして一応は成功とみなされるという自分が確信のあるもとに喋ってるということですが僕が会長を辞めるェ J リーグのチェアマンを辞める時新聞記者の皆さんが「ブ、え、シ、ー、さん失敗したことは何ですか?」って質問があって「僕は失敗したことなんかありませんよ」って「もう失敗したら次どうするかって考えればいいんであって失敗をして 失敗のままで終わらせたら失敗だけど失敗なんか僕はしたことありませんってそれは失敗はいっぱいしてるけどそれを次にどう展開するかということを常に考えてやってきたことがそういう J リーグの成功だとか、まあ、B リーグの今のあれらもつながっているというふうに思いますねだからそういう意味ではいろんな意味で、まあ、この年になってもやっぱりいろいろ学ぶことがいっぱいあってあそうか今の,その賢者愚者の話もつい最近ですよそそうそう もっともらしく言ってる、女、どうもね、納得いかないと思って調べたら、そういうことだったんで、先人や偉人の言うことが、必ずしも正しいことばっかりじゃなくて、それも途中でいろんな修正が入って、そういう言い方になっている。簡単に言えますよね。愚者は経験から、賢者は歴史からって言った方がわかりいいからね。だらあんまりそういうことも惑わさずに、いろいろ、そういうことも。えー、本当にこれで、本当に合ってんのっていうぐらいの。 常にこう、犀疑心を持って、そしていろんなことを、僕はもういろんなことを調べます、ものすごく、例えばアリーナを作るときに、一番成功したのはどこだと、例えばマジスンスケアガーデンは、年間365日のうち400回使ってますよと、それについて言えば、そのプロレースや、そのボクシングや、アイスホッケーはレ、ニューヨークレンジャーズがその、えっと、何十試合かな、年間30試合以上使ってる。 そしてニニューヨーヨクニッツバスケ NBA のバスケットボールのホームスタジアムであるとかもうともかくアイスホッケーの試合の8時間後にはちゃんと次の,そのプレーができるようなことになっててそういうことでマイソンスケアガーデンの周辺にホテルや飲食店やレストランいろんなことができてる東京にそういうのがないから,だからみんな韓国の人が来たがっても日本でそういうことの。 メン、えー、ンターテイトできないそして日本のそういうことがやる場所がないそして日本は文明度ですごく世界の都市から遅れてるっていうのはそういうアリーナがないからだ1万5千人とか2万人入るアリーナがないからだっていうことを小池さん知らないのかって言いたかったけどねそこまでは言わなかったけど。<laughs> でだいたのいのなんか、えー、慶応なんんかか慶応教授が えー、バレーボール3000人さえ入ればいいとかってよくもねおむよと抜かし上がったのでこ,うこんなこと汚い言葉で言っちゃいけませんよよくもよくもおむよとおっしゃいましたね。<laughs> ってなことですあそんな答えになってないかもしれないけどちょっともう一つごめんね <laughs> <laughs> じゃどんどんいきましょうか、えー、っとそれでは,ここは大阪,そうです、ね、大阪名古屋仙台福岡からあのお願いします。 大阪2名、名古屋1名で質問を受けたまわっております。まず大阪校をお願いいたします。はい、えー、っと出身高校が芝グラウンドの藤枝東の小林です。<お>えっと一つご質問なんですけれども、強いリーダー、強い心で持ったあのにはですね、イエスマンが集うと思うんですけれども、どうやって側近のメンバー、チームメンバーを選択選抜されているのか教えてください。はい、次どんど質問三つ受けちゃいますのでお願いします。次。 はい。えっと、大阪港の森と申します。えっ、ー、とですね、あの、影で暗躍する人間との、まあ、挙手方、まあ、必ずしも戦う必要はないと思うんですけども、まあ、その、はしごをはし、か、隠れてはし、か、外したりとか、面中腹敗的なことをやることがあると思って、お答えいただければなと思ます。はい。あともう一方、名古屋ですか次は。あ、今日、お話ありがとうございました。あの、ちょっと、えっ、ー、と、ご説明があった、50歳の頃の、あの、自分にはサッカーがあると。 えと信念としてたところをもうあのその前の気持ちからの変化をもう少し詳しく教えてください。はい分かりましたということで一つ目がイエスマンがまっあの僕 J リーグする時にさ、まあ、3人の、まあ、あ部下っていうとあれですけどスタッフがいたんですよ。同じ年代と若いのがそれぞれが一つ特徴があって石川市がどんどん行っちゃえどんどん行け行けどんどんの人とそれから総務系にすごく強い人と。 それからまあバランス感覚にとれた人その3人の,えそのスタッフが僕を全面的にバックアップしてくれたんだけどもう,もう全くね気性が合わなくて本当に嫌いなやついたんですよその中に1人もでもこいつはでも僕にないものを持っていてで僕のアンダーコントロールの間は別にその変なふうにはならないけれども。 少なくとも彼の存在っていうのはなくてはならないやっぱりいろんなことの意見を積極に出してくれたしそして大体3人ともイエスマンじゃなかったイエスマンを置いて得することはもう絶対ないね上の人はだって自分が同じ意見をそれは賛成で賛成ですと言ってたら自分以外の,あのいい意見は全く出ないんだからだからいい意見を常に出してくれって言ったらそれは無理なんで10のうち 一つこいつはいいこと言うなっていういいことができた時にバッとその評価してやっぱりその僕はその今度の,あの、えー、B リーグの改革もそうだけどトップダウンもう絶対トップダウンだって今まで意見6段出てないんだからトップダウンしてそして皆さん何か意見があればあのそのこれいいんじゃないかってこう拾い上げるとみんなはそのボトムアップが出てくるんでねやっぱりそういう短期間で開会するときはもう絶対トップダウンだよね。トップダウンを 言えるぐらいの自信とその、えー、要するに説得力を持つその後ろでの、うん、いろんな、まあ、知識だとかあいろんな定量的な把握だからさっき言ったアリーナの時についてもいろんなその、えー、例えば第一養ぎ体育館は大体スポーツが大体いい120日そして音楽の関連は年間200日こういう使い方の分布をして利益を上げてるんだとか。 そういうい具体的な数字を念頭に入れながらものを言うとあんまりやっぱり負けないよねだから定性的な言い方じゃなくてできるだけ定量的なものの言い方それが相手の説得力につながる、えー、例えば初めに、えー、清水、えー、エスパルスを入れる時に清水はあの静岡県の県リーグでこんなのプロとして認められるかっていった時に ここにやっぱり補強していろんな移籍を外国人を移籍し新人が3年間で何人入れば20何人変わるんだとそして昔の JSL の結果を見た場合に、えー、その前に、えー、その2部だったベルディ読売が1部に上がってすぐ2位になった優勝した優勝したチームがすぐ2部に起こったっていう前例を全部し示してだ戦力というものは ある程度そう思い切ったやり方をやったらがらっと変わるんだよというようなことを言うと誰もあんまり反対できないでそういうふうなデリールのスタートの時にはできるだけ具体的な例を出して記者の皆さんを説得しましまたねあの川淵キャプテンが例えば「イエスマンがいらない」って言いながらもなかなか、ね、川淵キャプテンに対して申し上げることは結構難しいんじゃないかとおそらく会場の皆さん感じ取ると思うんですが結構皆さん言ってきます ああの言ってきますよ結構でもまあでもねやっぱりそうは言ってもそうそうやっぱり難しいかもしれないねでもできるだけ <laughs> <laughs>、うん、でもできるだけ何か言った時に、えー、そのちょっと何か言いたいそうだなっていうところのやはり相手の表情なり何なりをよく見極めてそれをうまく言,うかあの言わせてあげるっていうことは必要でね。 頭ごなしに全部抑え込むというのは絶,絶対って言ってもだめですねそれは、うんで。次に2番目影の,、まあ、あのそれ利権とかですねそういったあのいろんなあの人が来ると思うんですが、うん、その処し方っていうことで質問があったんですがあの、ね、一番初めに、えー、ちょっともうお亡くなりになった方鳩,鳩山さんが文科大臣文部省の大臣の時に僕の時いろいろあってこう,こういう人を使ってほしいということを言ってきてでいろんな資料をもらって。 でやり始めたらどうもちょっとあの右翼的な人で,でこれちょっと問題あるなってであの調べさせたらやっぱりそれちょっと大臣から紹介されると全部あのそれなりの人と思うのが世,の世間で今じゃそういうことはないだろうけど当時そういうことがあってで新しい商売をする新しいなんか商談があった時に必ず全部チェックしましたね。それはだからら会社がやっているぐらい でも、だからそれはやっぱりジェーリングの出来立ての組織としては。そういう僕ら企業で経験してるから。チェックはすべてしたという、そういうことの最低限の。調査は必要ですね、うんうん。なるほど、そういう意味では、基本的には、そういっところでは、あ、あまり関わらずに。 そ,それはもうねいいうもう絶対かからないはっきりもうきっぱりなりますあります、うん、大臣にちゃんと電話してこういうことですから、うん、ちょっと勘弁してくださいとか言ってありますよ最後はこうサッカー、まあ、51歳の時に、まあ、左遷された時にサッカーに戻っている時の、まあ、心境の気持ちのか、うん、だからさっき言ったように一番やっぱりサッカーに戻りたいというよりは僕自身がそのもう他の会社でも何か生きられる生きれるはずだと。 それだけの能力があるそれだけの,その業績を名古屋で上げたにもかかわらずその業績を上げたっていうのはですね当時トヨタの自動車がどんどん売れてたんですよ。でその材料を古川電工は入れ,た入れてただけで僕が活躍したわけじゃなくてトヨタが活躍したんでねそれ僕自分が大きな誤解をしたわけですよ。だから会社の中で偉くなると思ってたわけだけどでその時にもう本当に頭にしてもう会社辞めてどっか動こうと思ってどっか行ってやろうと思った時に。 自分がそんなことを言って他の会社に売り込むような能力は何もないなって古川ンコの中だけで生きてきたそれだけの人間だったっていうことの情けなさがずっとあってそしてやっぱりいろいろ考えた末何が自分の被害としてあるだろうか何ならば自分の実力が発揮できるだろうかそこのところが最終的にサッカーに行くことになったんで心の葛藤っていうのは やめてやろうかっていうところが一番あれでしたね、うん、なるほど、うん、では東京で残り3人だけですねちょっと手挙がってちょっとマイク持っている方適当に <laughs> 一番あの僕がさしたあとこれだけ手上がってるんでじゃパッパッと簡単にですね私じゃマイク持った方からどんどん発言してくださいどうぞ、えー、企業のスポーツさん協賛について質問なんですけども、えー、ちょっと個人的な意見なんですが企業側はちょっとボランティアの要素があってビジネス上のメリットがあんまりないのかなと感じてるんですけども さっきあの行政を説得するっていうお話があったんですが、えー、逆に企業を説得するために。川淵さんが交渉で工夫されてたことがあれば、教えてください。はい、えっ、ー、と、あと二人目どうなったか、どうぞ。はい。いいすみません、吉村と,えーと。すか、バス。あ、どこか手挙げて、手を挙げてください。どうぞ。 サッカー、バスケットボールときて、あの次の目的というか、次の行き先などあれば教えてください、はい、紙面ではハンドボールというようなお話もありましたので、もう一方、最後、マイク持っている方は、はい、どうぞ、すみませんあの、2年後に東京オリンピックというすごいビッグイベントが来ます、でその、えー、オリンピックがですね、日本のスポーツ界に与える影響で、カブさんが期待しているところというのがありましたら、ぜひてて期待していること、あと一方、かマイク持って帰っいらっしゃったの、どうぞ、じゃ、はい、吉村と言います。 えー川淵キャプテンのほとばしるリーダーシップと全く違うリーダーシップで認めてらっしゃる方はいらっしゃいますかオッケーということですね、4問で、あの1つ目は企業のスポーツについて、これ、ボランティアじゃないかということをまあおっしゃっているんですかそれに対してどういうふうに説得をされたか企業のスポーツは、企業のスポーツのあり方っていうことですか、じゃなくて、ちょっと質問のポイントが分かんないんだけど。 あの企業のスポンサーですねスポンサー収入に関して企業側でそのスポンサー協賛してるんですけどもそれってボランティアの側面が強くてあのあ<ー>企業側のビジネス上の,その売り上げのメリットというのはあんまりないのかなと感じてるんですけどもそれをやった事例とかその交渉で工夫されたこととかをし,てほしいなけ結構ねその数字で例えばこのスポンサーとしてるから。 これはどういうい価値があるかってっ例えば B リーグの試合を全部その中継している場面を撮って NHK の場合にでその画面に出てくるそういうあの広告の場面がありますねこれが延べ何,何,何秒何十秒出たから、えー、そういうその計算上こういうふうになりますよなんていうのはね J リーグの初め頃すごく出ましたよ。でも本当にそれがどうだかどうだかあんまりよくわからないんだけど。 基本的に今の,その企業のスポンサードの基本はやっぱりスポーツっていうのはやっぱり社会にとって大事でそういうものを我々応援することにその意味があるという例えばまあソフトバンクの孫さんに何とか B リーグと契約してくださいった言ったらまあ年間40億か何かで契約していただいたんですよねた2日の話だけで。 その時に僕は孫さんと話した時に孫さんはやはりスポーツは,は人間の闘争心をその何て言うか、えー、消化するってどういう言い方するのかな闘争心をそこで燃焼させる要素の一つであって人間である以上闘争心っていうのはある。しかしかスポーツををいてそういうものを あの少なくすることによって世界平和っていうのにつながるんだってね孫さん初めねやっぱりすごいこと言うなってでやっぱり健全な精神は健在な肉体に育つからだからスポーツは大事なんだっていう前提においてえ年間40何億で代表クラスにも何億っていうそういう資金を援助をしてくれたんですよね。だからそういう意味ではそういうふうにまあお金と余裕があるから孫さんそうおっしゃったのかもしれないけども。 やっっっぱりスポーツの持つ意味っててすすごく大きいと思ってるんですよねだから今から AI が進んでこの20年後世の中の仕,あの仕事の量は50%ぐらい減るでしょう減るとまあ、えー、そのベーシックインカムなんていうふうな問題が出てきて、まあかかえー、っと国からお金をもらえるというようなことになるとじゃあヨッカはそれスポーツした方がいいに決まってるとは言わないけど。 やっぱり人間の体っていうのはどん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 動物的機能が損なわれてきてやっぱりもっと動かさないと衰える一方でちょっとしたものを持てなくなるお父さんお母さんが倒れた時に抱っこできなくなるぐらいのそういう肉体が、えー、その弱くなっていくとどうすんのってやっぱり動物的機能を発揮できるためにはやっぱりスポーツを通じて自然と遊びの中で体を鍛えられるようなそういうふうな新しいスポーツを発揮の発 あの発明することだって大事じゃないのとそういうふうなことも含めてあのいろいろ、うん、やっぱりけん検討するというか研究していく必要があると僕には思ってますけど次はサッカーバスケその次はとえっと、ね、今あのホッケーがうまく、まあ、収集ついてこれも相当そのガバナンスが問題で会長問題がいろいろあって。 で長曽根さんに寄付を出してもらって資金的な援助も我々スポンサー見つけてホッケー協会は丸く収まった今ハンドボール協会がその闘争の真っ最中で <laughs> でもうね新聞にもいろいろ書かれてるから、まあ、ここでもうあんまり言いたくないけど基本的にやはりそのハンドボール協会がどうやっぱり発展していくのかっていうことを東京オリンピックの時俺は役員でいたいとか東京オリンピックの何とかしたいじゃなくてそういうケチな考えを持ってる人は全部去ってほしい。 やっぱりそのハンドボールの好きな子どもたちのために自分はどういう活動をすべきかということを前提に置いてその努力していけるその経営者そういった人がぜひ出てくるように今やってる最中で次は最後はバレーボールやろうと思ってます、ね。東京ではっっきり言ってもあんまり怖いもんないものなからね <laughs> <laughs> 東京オリンピッックで期待されるスポーツだとサッカーツサカやっぱりあのボルダリングっていうのは結構ねなんか美人の女の子があれで優勝しそうだで <laughs>、うん、そういうそのどういうのか今まで日本に馴染みのないスポーツがこう目立ってでそれがまた今街中にいっぱいできたりしてるからああいうのは自然の遊びの中で子どもたちがそういうことをやれるっていうのはすごく嬉しいなっていうこと。 東京オリンピックがもたらす影響っていうのは僕はやっぱりね子どもがあこんなスポーツやってみたいなって全部ねそういう上手な人のもうプレーを見て自分もああなりたいと思ってスタートしてる人多いんですよね子どもはスポーツは。だから今度の東京オリンピックでより多くの子どもたちがそういうスポーツの選手を夢見たって別にそのなかなかそういうトップアスリートにはなれないけどそのスポーツをやるということの楽しさを 東京オリンピックで覚えてほしい。それが僕としては一番の望みですね。男子バスケもぜひとも頑張ってほしいですね。本当本当。<laughs> でも今度ね、はい、あのー、えっとう渡辺裕太、それから八村、八村この前 N.H.K でやったけど、ね、いいドラフトの16位、うん、2> 2年生で16位選ばれている選手が日本にいるんで、うんはい、それからね、あのまだ大学アメリカの大学でやってる。 まだみんなが知られる日本人の選手は結構いたりしてああ、ねうん、だからうまくそれをスカウティングすると結構いい日本代表チームがですよね。というてるでそういう意味では今いろんなあらゆる情報協会委員長がそういうことに対する情報収集能力すごく高いの、ねうん、バスケットの。だから結構、ねうん、あのいい代表チームできると思って期待してます,す、ねえー、最後リーダーとして全く違う形でありながらも認めてらっしゃる方。うーん うんまああの小泉さんはやっぱりいいなっていうのとそれから純一郎じゃないえお父さの方よ新次郎ですかそうそうじゃはもう別にいいとは思わないけど息子の方息子のほそれから僕はやっぱり小松製作所の高根さん高根さんをもうすごく経営者として尊敬してるんですん わかりました。ということで、ちょうどまさに時間になりましたが、あの本当にそのまあ川、川淵サブローチェアキャプタルにいろいろと話を伺って大変嬉しく思ってます。最後に一言ですね。そういった未来のリーダー。今現在リーダーとしてまあ頑張っていこうと思っている方に一言。 えっとねあのネガティブシンキングじゃなくてポジティブシンキングであれって言うのは簡単だけどなかなかみんなねポジティブにはなりにくいやっぱりどうしても、ね、ネガティブの方が先行しちゃうんでそのネガティブをもう断ち切ってねもうともかくポジティブ常にポジティブにそうした方が人生絶対得だし道は開ける。 でこれはまあ今の年になって言えるんだけどやっぱりネガティブシンキングなんていうのはあんまり得することはないんで、うん、やっぱり周りも含めてポジティブで常にポジティブでいこうという気持ちでぜひ皆さん頑張ってほしいと思います。はい、ありががとうございいますすす実はでででねねそのポジティブになるっていうことで茨城ロボットが現在です、ね 中地区優勝いうのは首位なんです今 <laughs> あで去年実はお会いした時にあの川淵キャプテンに手を挙げて質問したのが「いやうちの茨城ロボッツはホーム9連敗でどうしようかと思ってます」ということを質問させていただいたんですがその後ホーム13連敗したんですよそれでまあどん底に落ちたんですが最後の20試合で17勝3敗になって、うん、なんと去年の B2 の東地区で2位になったんですねすごいで今現在中地区で今首位を走っていますんで、うん、明日実はですねみんな行くんだよね あのバ,スバスに乗って水戸まで <laughs>、えー、実はバスツアーに乗っていきますので、うん、ぜひとも一度水戸にお越しいただいて、うん、街中からど真ん中に茨城ロボッツがアリーナを作ってるんですよ <laughs>、うん、それでそういう意味でカフェとアリーナとそれからスタジオを作った場所がございますのでぜひとも一度水戸をご案内したいと思いますし皆さんもですね明日バスツアーが水戸まで出ますので、うん、えと確か手元にあるのかなそういうの資料とかないのかあのそういう意味で皆さんよかったら <laughs> 茨城ロボッツにおいに行きましょう。そしてですね ぜひともそういった J リーグとは B リーグの,とかの応援をしていただいてみんなでスポーツを盛り上げていきたいなと思っていますまさに J リーグも B リーグも川淵キャプテンが作られた本当の意味での日本のプロスポーツの,、まあ、あの集積というものだと思いますのでそういう意味で今日はですねそういった J も B も作られた川淵キャプテンにグロービスにお越しいただいたことに大変感謝を申し上げて皆さんとともに盛大な拍手でお送りしたいと思います。川キャプテンどどうううももありがとうございますどうも皆さん えー、真剣に聞いていただきましてありがとうございました。頑張ってください。ポジティブ・シンキング。